去年7月、選挙の応援演説中に銃撃されて亡くなった安倍元総理の遺骨が山口県長門市にある安倍家の墓に納められました。本当の意味でのふるさとであり、そして日本の原風景ということを言っておりましたので、父と同じこのお墓に入ってと安らかに眠ることと思います。昨日長門市で行われた安倍元総理を偲ぶ会では、支援者らおよそ300人が献花台に花を手向けました。先立って行われた納骨式には親族など120人が参列しました。出席者によりますと、遺骨は妻の昭恵さんが墓に納めたということです。